皆さんお越しやす。今回も始まりましたワイワイテレビ、和をもって和をつなぐ。この番組は日本の和のええところを日本全国そして世界中の皆さん知ってもらい、興味を持ってもらい、笑顔の和がつながればなという思いでお届けしております。私京都のきょうちゃん、相葉京子です。よろしくお願いいたします。ね、もう春分の日もね迎えまして、春めいてきましたので、ね、ちょっとね早撮りで、きょうちゃんもね桜の着物を、着てお届けをしております。ね、友禅作家の南信一郎先生がね、作ってくださったあつらえ着物でございます。でも染色といえば前回からもお届けしてるんですけども、今回もですねミニマトゥーアートということで、河野染色工芸スタジオ代表、京都工芸ヌーベルバーグ主催の、河野正幸さん、そして、ね、奥様のね吉子さんもね染色家でいらっしゃいまして、ご夫婦でね工房されてるんですけども、とっても素敵なお二人なんですね。でもシリーズでもうしばらくはね、もう河野先生たちの作品だったりね、この着物作りに対する思いをね皆様方にお届けしていきたいと思います。それでは CM からご覧いただきたいと思います。どうぞ。生きるを美しく、京ロマングループ。懸命に生きる人の毎日をときめきと記憶で美しく彩るために、私たちはある美しく生きる、毎日を懸命に生きること、忘れることのない感情と人生の貴重な一瞬を豊かに美しく彩ります。生きるを美しく、京ロマングループ。はい、先生続いての作品を教えてください。はい、これはもう飛ばし染めの、発展系で、完成度はより高まっていると思います。でここは広いと友禅の、普通の友禅の技法で、あ、本当だ、細胞分裂の瞬間をいろんなところに飛ばしている。本当だ飛ばし染めの、はい、そうです、そうです。いわゆる伝統的な糸目友禅と飛ばし染めの、融合、さらにパワーアップ。いや、さらにパワーアップですねで来年は放射する遺伝子っていう、放射する遺伝子、遺伝子ですね。過去から受け継いだものを未来へつないでいくみたいな、それを飛ばしてるっていうか、なんか伝統的な友禅と私の飛ばし染めを融合させてるっていう、これは京都美術工芸展に入選したやつ。中心がなんかコアになる。そうです。そこからこうふわーっとこう広がって、はい、お色目もちょっとずつこう変わっていく。そうですね。はい、これ磁石で、このこれはね、白生地の時にこういう着物の形に仮仕立てをして、そして下に広げて飛ばしです。そしてもう一回また一旦こういう一旦もの戻して染めをしてっていう。すごい手間かかってる、合わないですよね。飛ばしてるとこが覆ってるんですよ、全部が。本当だ、これが味噌なんですよ。本当だ、つながってる。ちゃんとそこも計算されているという。一回この形にした状態で飛ばし染めをされてるんですね。そしてまた、でまた戻して、ほどいて、三物に戻して、染めをして、染めをするという。でまたこういう着物形に戻す。すごい手間かかってる。これがどのぐらい前の作品なんですか？これで15年。これで15年前。5年経過するとこういう風に発展されていったという。染めと木版染めね、木版を参加。木版なんだ。そしてここの稲妻型のあれは老血染めです。老血染めも入ってるんですか？だから飛ばし染めと木版染めと老血染め3つの技法が入っています。すごい。大空っていう、大空、宇宙の宙って書いて大空です。
でこれはあのロイヤル美術会展といって、はい、洋画とか日本画彫刻とか全部いろんな総合美術の展覧会でグランプリ。すごい。いろんな技法がね入ってるんですよね。ご飯ってすごくなんかすごいですね。すごいとしか思えない。僕はハギがそこにもあのハギ実際のハギありますけど。細かいから。これどういうイメージでこういうドットというかこのなんかこう皮膚の感じもするんですけど、あ、まあ、皮膚っていうよりもイメージとしては星雲、空だもんね。なるほど。夜空のとこにちょっと雲がかかっているみたいな感じ、はい、キーワードやはり自然になるんですね。そうですね、そうなりますね。意識してないですけど、あ、これも白木の時に仕立てて、うん、飛ばしてますんで、うん、これ全部合ってますね。ほんとだ、こうね、合わせた時に繋がるようにっていうことになって、もう白生地の時から大体 こんなイメージで、イメージ はもう頭の中にあって、うん、で逆算して、そうですね、おー、はい、ほほ、散らすのがどういう風に入るか分かんないですもんね、うん、先ほどこう対話されるとおっしゃってました、はいはい、これだともうすごい対話があったんじゃないですか。そうですね、ありますね。もうそう言うならそう言うよみたいな、あのすごい分かります、その通りです。おお、やっぱりやってるうちにここはこうした方がいい、違うかとか、はい、どん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 変わっていくのがありますので、最初のイメージはあるんですけども、うん、やってるうちに、あ、これはもっとこうした方がいいんじゃないかとか、うん、こんなんやったらここはこうした方がいいんじゃないかとかいうのは考えながら作っていってますので、普通染色はあんまりそういうことはしないんですけども、ね、染色の場合はもう最初からきちっとした雛形があって、それにと忠実にあの染めていくっていうのが、うん、まあ染色はそれが基本なんですけど、うん、私のこういう特に自分の作品の場合は割と途中から変えていったりするのが多いですね。さらに進化していくんですね、やりながら。そうですね。ね、やっぱり、あ、もうこれが出来上がってこう飾られた時、先生どんな感じでした？いや、もうこれは自分でも代表作なんだって、うん、できた時に思いました、ね、思った、うん、僕の代表作になるなと、うん、そういう感触が、はい、ありますね、うん、いろんな技法がね入ってますもんね、これまでの。これは普段行ってる呉服屋さん の、うん、あの祭事とかの看板にもずっと使ってる、また振り袖だしね、若い方に来てほしいですね。いや、すごい、これは目立つよ、これは目立つよ、もうすごいエネルギッシュな方ですよね、うん、ありがとうございます。まあ、これね、びっくりさせて、こっちでちょっと気が付いてるんですけど、まあ、ホームの最新作で、去年の日本染色作家展に出品した作品です。うん、はい。まあ、ブルーをなんかテーマにして、去年は大体ブルーをテーマにして作ってたんで、うん、まあ、いいブルーが出たなって自分でも思います。うん、で、モチーフは、これは、これもまあ自然界っていう感じですけど、原生動物、
きます。海ユリとか、珪藻類とか、アンモナイトとか、そういうちょっと古代の生物をモチーフにして。本当だ。おい、海からのイメージ。そうですね、古代の古代の海から。壮大ですよね、こう宇宙があって、海があって、海があって空があって無限な、そして古代というね、すごく洗練された。そうですね、はい、はい、ね、今まではこう全体にでチラシのね、技法とか使っていらっしゃったのが全然こう変わりましたね、はい、ちょっとすごいですよ、このラインがね、こういうのぼかしが、縦ぼかし、縦ぼかし、難しそう。難しい。で、この柄がカチン書きですね。あ、はい、カチン書き、はい、墨で直接手書きをしてる。すごい、ぼかしとカチンってなってるのが、はい、その対照的な。これ僕すごくこう和を感じるんですけど、はい、和のテイストの条件って何かあるんですか。条件っていう、どうなんでしょうね。まあ、これの場合はやっぱり四角を組み合わせてるっていうのが、うん、はい、なるほど。まあ、昔からよくあるね、うん、あの歌舞伎の柄とかでもありますし、うん、そういうイメージがあると。確かに確かに。なんか私らの DNA に入り込んでるんでしょ、こういうのが多分、ね、和のテイストっていうのはね、言わずもがなという、うん、斬新やけど、なんかちょっとこうね、はい、モダンすぎないっていうかね、そういうのあると思いますね。なんかこう、うん、このこういう程よさっていうか、程よさですね、このなんか感覚が感じれるっていうか、嬉しいことだからね。確かに確かに。どんどん変遷していって。ね、あのビッグバンに始まり、次が楽しみ。次先生、次先生どんなん出るんですか。もうちょっとしたら上がってくるんですけど、全然違う。全然違うテイストなんですか。そうなんだ。同じ人がやったと思う。これが3月に。3月搬入で、京都店をまだはっきりスケジュールはきっちりまだ聞いてないですけども、うん、4月か5月頃が京都かな。で、うん、大阪は、大阪の早いのかな、まあ、うん、春にずっと京都、大阪、京都、名古屋、東京で巡回していくんで、春に今あとは、まあ、私の主催しているノベルバウ店も多分出品すると思います。毎年ね、11月ね、はい、秋にね、開催されていますので。ということで先生、せっかくなのでその京都工芸ヌーベルバーグの話をしていただきましょうかね。京都工芸ヌーベルバーグっていうのは、去年32年かな、うん、迎えまして、最初はもう私らの仲間が、まあ、杉玉を作って、うん、自分だと仕事と離れて自分の出したいものを発表しようということで、最初6人から小さいギャラリーで6人から始めた、うん、で五条坂の小さい市のギャラリーとかでずっとやって、でだんだん人が増えてきて、はい、で都メッセの大きい会場でやったのが、うん、それから20年ちょっとですかね、うん、でそこでずっと毎年11月の末から12月ぐらいに仲間、生殖作家の仲間があって、和田正史の主催でやってるんですけど、まあ、コンセプトとしては自分の見せたい人に見せたいものを自由に作って発表すると、まあ、そういう場を作ってます。でそこではワークショップとかそういうのも体験とかもしてますし、まあ、いろんなみんなで染色を楽しんでもらおうかなっていう、そういう気が楽な会議ですね。で私はまあそこでいろんな実験的なものを作ってそう、はい、実験的な、はい、そうですね。まあ普段はね、問屋さんで、まあ、こんな作ってとか言われて作ったりとか、まあ、これやったら売りやすいなって自分で考えたやつを持っていたりとかするんですけども、そこではもうとりあえず実験的なものを作る、うん、まあみんなもそういう感じで結構面白いものを出してきてくれる、面白いと思います、はい、はい。
またその中にビッグバンになるんですね。でもうそこも年齢幅がすごく広いんで、うん、もう70代から20代の方向、はい、いろんなあれがあるんですごく刺激に、私もすごい刺激なんですよ、若い人の感覚なんかもね、すごく刺激になる。そう、こう作るかみたいなのはやっぱりありますか。そうありますね、やっぱそういうね、発見、人の発見がありますし、またそこ吸収されるんですよね、先生の場合はね。まあ刺激になるんですよね。前はね、あの前回は富士山がテーマになってましたよね、はい、去年やったのは、まあ、共同のテーマ作品っていうのを毎年やっておりまして、うん、去年は、まあ、12人が寄って富岳12景、自分らが富士山をどう描くか、技法もあの全部10、うん、縛りなしで富士山をどうみんなどんなするっていう感じで出させてもらった、うんうん、みんなとんでもないもういっぱいですね。本当個性豊かでね、いろんな富士山が、あの面白かったです、はい、見に行かせていただいて、なんですごく、もう当日搬入行くまでみんなどんなもの作ってるのかわからない、ね、それわかんないんですか、ね、じゃあそれがみんな会場に集まってからレイアウト先生あれは決めはるんですか。レイアウトはもう全部当日、当日へーすごいコーナーがね、出来が上がってて ね、すごい楽しかったですもの。そういう面白い。じゃあこれはこういった方が面白いなっていうのも、こう、はい、みんなで。そうです、みんなで相談して、もうこれはこっち、これはこっちって、当日に全部。当日なんだ。どんなもん持ってくるか分からない。まあそれも楽しみだったりする。まあ楽しみなんですけどね。いつも間に合うんかっていつも思うんですけど、まあ一個の間に合って、間に合うの。時間通りあのちゃんと飾りつけていってますね。みんな不思議がってます。全員不思議がってます、ね。できるんかみたいな。もうあと1時間やのにまだうわーなってたりとか、やってる状態なのが綺麗にね、はい、整ってたりとかしてて、それが最終的にちゃんとできてる。すごー。集中力がすごい。ね。そのレイアウト先生が決めはるんですか。こうか。大体は全体の持っていくんですけど、うん、まあ、その通りになったら試しない、ね。ない。そうなの。絶対かぶったりはしないんですね。そうですね、あんまりかぶらないです ね、それがまたいろんなね方々のね作品がそうやって集まって見れることもできるし、で一方でね、あの以前奥様と二人展もなさってて、はいはい、去年はちょうど工房32周年、ね、本当は30周年でやりたかったんですけど、うん、まあ、コロナでできなかったので、去年、うん、32周年いうことで二人展を、うん、2人の作品を、うん、はい、それも初めて地元の常陽市でやらせてもらった、うん、すごく意義があって、はい、素晴らしい展示会でいらっしゃいました、はい、うん、地元でするっていうのもねすごく良かったと思うんです、うん、今までだいたい東京とか 京都でも市内とかでやってたんですけど、初めてこの常陽市でやった、だから近所の方とか、うん、私の同級生とかがたくさん見に来てくれて、うんうん、僕はどんなことしてるか知らない人とか思うかったこんなことしてるんだと、ね、ここ皆さんはあそこでこんなことしたってなんか、ね、そうやったんかと、あそこのご主人ずっと家にやけど何したんだよなとかワンちゃんの散歩では見かけるけどみたいないつ行ったらスーパーに来たはんだと、いはんだというそんなやったんですけど、なるほど、ね、先生やったんや、染色さんやったんやってね皆さん思ってらっしゃって、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。夫婦で出品したんです、うん、で夫婦でダブル受賞したんですよ、同時に同じ展覧会で受賞したっていうのはダブルでね、でこれは家内の方の作品です。綺麗なブルー、私の好きな色、綺麗ですね、しかもオリオン座があるよ、うん、まあ、冬のヨーロッパの風景をヨーロッパ、はい、この屋根が、あ、ちょっと教会もあったりするわけですね、お月様も、やってもう絵画ですよ、絵画で、そういうヨーロッパのオーストリアの湖水地方かな、うん、それの冬の風景、うん、で、上に冬の星座が、うん、これで京都新聞社賞、発想がすごいですね。あえてヨーロッパにされたんですか。
あえてじゃなくて、はい、大体ヨーロッパ、あの旅行に行ったところを、あの記憶しておいて、それからの発想なので、はい、冬に行ったわけじゃないんですよ。この景色が冬になったらどうなったのっていうのを作ったもので、見たのじゃなくて、はい、イメージして作られるんですか。すごい。実際に何月、そのどれぐらい季節に行かれたんですか。オーストリアは何月だっけ。9月か10月。それはあの道は広げたの着物ショー。それをイメージして作られるっていうね。それだけの真冬を想像されるすごいですね。やっぱりこういうとこがアートなんですよね。見たものを作るんじゃなくてイメージして作るっていうことをなさるというところがね。でこの作品を見たあの友達がね、うん、あのずっとフィンランドで住んでたことがあって、うん、ですごいフィンランドの風景に似てる、似てると、うんうん、でこれは冬やけどもそれを春にして作ってくれへんかっていう、うんそれでこの風景を春にしたやつを作って作ったんですか。あげたあら友達に作ってあげたのが、へえ、色がもっと明るい感じ、そう黄緑にして、でもう春のこれをそのまま春にしたような、すごい、そこからそういうオーダーにつながったんですね。季節オーダーですよね。しかも冬じゃなくて春にしてという、そこからはいいけど、いいけど春がいいっていうふうに言われて、このままでいいんですって言われてそれはちょっと春にするの非常に難しいですよね。資料を集めて、うん、はい、フィンランドってどういうとこだろうっていう、うん、サウナがいっぱいあってっていう感じ、うん、そうですね。で川にしても中洲がいっぱいあるような、うん、そういう、あ、じゃあこの辺りの絵がそれに川、それそういう風にイメージで作られてっていう。でこれ雪だるまが、うん、雪だるま、子供が来た時にいるんだ。どこに雪だるまある？子供一番早い。雪だるまを探せ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 。誰が一番見つけるだろう。私も忘れた。作った本人忘れてる。そうだよ。雪だるま。どこだ？の右の方かな。これ。これ。それは、それは。いた、浮きだるま。これは難しい。すごい。あ、でも本当だ、顔がある。すごい、こんな遊び心まで入って、え、子供やっぱ早いんでしょうね。早い早い早いですね。でも来た時には下前になるので、うん、あ、見えないんだ。そこがなんか、そこがなんか粋ですね。へえ、春は何が隠し絵があったんですか。はっかけが、あ、いやあ、あ、はっかけは季節が違うんですね。はい、うわー素敵。はっかけにもじゃあ染められる。そうです。うーん、それで次は夏ですね。オーダー、あの奥様のプレゼントにどうですかっていう。ちょっとラグビーボールちょっとどっかに隠してもらいます。あ、こういうのすごい好き、かわいらしい。海シリーズだったらダイバーがいたりとか。うん、ねえ、そのよしこ先生のねお着物も素敵なんですよ。皆さん見てください。もらってもいいか。はい、回っていただきました。モデルさんです。生きるを美しく、京ロマングループ。懸命に生きる人の毎日を
ときめきと記憶で美しく彩るために、私たちはある、美しく生きる。毎日を懸命に生きること、忘れることのない感情と人生の貴重な一瞬を豊かに美しく彩ります。生きるを美しく、京ロマングループ。皆さん、おかえりやす。今回のハナリタイムはね、黒猫ジジが登場しまして、もうジジちゃんお花が大好きなので、お花を見ているとクン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 ね、ちょっと食べそうになっていたので、待って待ってとか言いながらね、声をかけていたんですけども、もうね、春らしい映像の方を皆様方にご覧いただきました。次回のハナリタイムも楽しみなさってください。そして、今回もですね、河野染色工芸スタジオ代表のね、河野正幸先生と、そして奥様のね、よしこ先生のね、ご夫妻のご登場でございまして、それぞれのね、あの作品の代表作のお着物をね、あの展示していただきまして、その解説をしていただきました。で、河野先生の方ですね、この飛ばし染めとかね、生葉染めとかね、いろんなこう染めの技法をもうありとあらゆるね、こう組み合わせてこう創作されるね、お着物の様子、まあ、この時代はこんなの作って、こんなの、あの表彰されたんだって受賞のねお話とかもしていただきましたし、で、4着目にご紹介させていただいたのがね、あの吉子先生の方なんですけども、吉子先生はね、あの市田博美さんの門下生でいらっしゃいまして、着付け師としてもね、あの時代劇のね、あの着付けとかもねなさっているあの方でいらっしゃって、まああの宇治支部の支部長とかもねなさってまして、この代表的な方でいらっしゃいまして、もう着物を世界に広めるためにこう世界をねお二人とも回っていらっしゃいました。またね、引き続き次回もあのお着物を紹介させていただきたいと思いますので、楽しみなさってください。それでは皆様、お越しやす。